こんにちは、緑川です。今日はね、こちらのコットンの糸を使ってバケットハットをね、編んでみようと思います。でね、バケットハットってどんなのっていうと、名前の通りね、バケツをひっくり返したようなバケットってね、バケツなんですけど、そういう形の帽子になります。でね、こちらは去年ね、編んだものです。これは確かね、コットンを2本取りにしてね、編んだもので、真ん中からね、ぐる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 っと丸を編んで、側面をね、グラニーステッチをして、またね、つばのところを細編みで少しね、広げて、とってもね、カジュアルで被りやすい帽子になっていて、はい、再生回数もね、おかげさまで伸びていて、とてもね、人気のある帽子です。今日はね、このようなイメージなんですけれども、グラニーモチーフを使って編んでいこうと思います。なのでね、この帽子の側面のこのところにね、こんな風にね、編んでいこうと思います。モチーフを、こちらはね、1枚編みましたが、6枚編んで、それをつないで輪にして側面として、あとは頭頂部とつばを編んでいくという順番です。糸をね、ご紹介します。ダイソーさんのね、リサイクルコットンを使います。こちらは RE5 番のサックスブルー、リサイクルコットン 100%。 はい、こちらはね、綿 100%、 50g、 120m、 それから、かぎ針のおすすめが6号になっています。でね、お色違いです。こちらは RE2 番のライトイエローです。それからこちらは RE3 番のシェルピンクです。こちらは RE6 番のスレートグレーです。はい、こちらを使います。でね、このようにグラニーモチーフを1、2、3、最後に細編みで4段編むということになります。では早速このモチーフの編み方を説明していきます。はい、糸をね、2本取りで使いたいので、周りのね、紙のラベルを外して、外側と内側からとこのようにね、糸を出して、2本を一緒に編んでいきますね。はい。そして、かぎ針なんですが、今日は、こちらはね、5ミリです。はい。5ミリのかぎ針を使います。はい。それではね、こちら、はい。段ごとにね、色を変えていって、このようにね、後ろも綺麗にね、糸始末が終わっています。ではね、始めます。輪の作り目をしますね。手にこのように糸を持って、人差し指の周りを×の字を描くようにこのようにね、巻きます。小指で軽く押さえます。この糸の下に針を入れて、くるくるっと回って、一周回ってきたら、この糸をかけて右側へ出します。指で押さえて、針の背中でこの糸をこのように引っ掛けて、また右へ出します。キュッと絞って、これでもうね、輪の作り目ができました。はい、ではね、ここから長編みを編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がる、もしくは長編みで立ち上がる、お好きな方で編んでください。長編みの立ち上がりは動画がございます。下にリンクがありますので、初めて見たという方はね、そちらをご覧ください。ではね、1目目は鎖編み3目が長編みで立ち上がります。どちらでも大丈夫です。はい。鎖編み3目の3番目、もしくは長編みの立ち上がりのこの頭、マーカーをね、必ずつけておきましょう。はい。最後にね、引き抜くときにとても役に立つので、必ずね、つけていきましょう。それではね、1段目は長編みを16本編みます。はい、半分ぐらい編んでみますね。長編みをしていきます。はい、立ち上がりの目も含めて今ね、3本編んだところです。長編みの高さが同じになるように、いつもね、同じ手加減で編んでいくようにしましょう。
はい、半分ぐらいになったら、このね、中心を少し縮めると編みやすくなります。はい。このようにして、またね、続きを編んでいきますね。はい、1段目のね、長編みを16本編んできました。モチーフなので、数が大事です。必ずね、このマーカーのところから16本あるかなとね、頭を数えて確認をしましょう。はい。で、OK でしたら、ここをね、引き抜いて終わります。はい。でね、マーカーのところに針を入れるから、少しね、広げていただいて、針を入れて、糸を連れてきて、引き抜いて、引き抜きの目をキュッと絞ります。奥側の紐をキュッとして、はい。これでね、輪になりました。はい。それでは、ここで、一回引っ掛けて、糸をね、切ります。ね、コットン2本だと太いので、今日は大きいハサミを使います。そして、よく引き締めたいときは、1本ずつ引っ張ると、よくね、引き締まってくれます。結構このコットンしっかりめなので、はい、このようにすると綺麗にね、なります。そして真ん中もね、絞ります。はい。はい、このようにね、なりました。この部分がね、できましたね。ではね、採寸してみます。4.5 センチぐらいになっています。はい、それではね、2段目はこちらのピンクを編んでいきます。はい、でね、2段目を始める場所なんですけれども、どこと決まってるわけではないんですが、私は4分の1のこの辺りから始めたいと思います。そしてね、このピンクの2段目は、針を入れる場所は、長編みの黄色のね、足と足の間です。はい。長編みの頭ではなくて、足と足の間のこの大きな穴。はい。ここに針を入れて、長編みを編んでいきます。それではね、編み始め、このようにね、編んでいきます。はい。最初からね、もう長編みを編みます。ここのところにね、編みますね。糸を構えます。しっかりね、構えます。ピンクも2本取りです。はい、そして、ここをね、ちょっと広げておきましょう。ではね、このように編みます。針を糸の上に置いて、このようにして、2回、糸の上にね、2本になるように巻きつけます。このまま、先ほど示した足と足の間から針を入れて、後ろの尻尾さんはきっちりね、押さえておきます。そして、上糸をかけて、くぐって手前に連れて出てきます。そして、伸ばします。そうすると、このようにね、針のところには糸が3本になっていますね。これで長編みをします。はい。かけて、左から2本。かけて、左から2本。このまま続きをいたします。同じところに針を入れて、長編み。同じところに針を入れて、長編み。はい。これでね、長編みが3本できましたね。では、1つ目の頭。はい、これですね。長編みの1つ目の頭。ここに必ずマーカーをつけておきます。このようにね、3本できていますね。はい、そして、尻尾さんは、長編みの2番目、頭の下からこのように出ています。はい、ではね、続きです。編み方は、この長編み3と鎖1、ここまでが1つのセットです。そしてね、2目スキップして編むんですが、はい、頭を見るとね、間違ってしまうので、足の方を数えます。ここに今ね、最初の長編み3本編んだら、1、
1つ2つなのでね、ここです。黄色の長編みの足2本をスキップするのでここになります。頭だとね1個に見えますが、こちら側に隠れているんですね。なので足を数えて足を2本スキップしたところに次を編んでいきます。このね大きな穴のところです。長編みを3本編みましょう。はい、そして鎖1、また足を2本スキップしてここに針を入れて、鎖1、はい、そしてねここでこの黄色の尻尾さんも包んでいきますね。はい、2本スキップして足のところ、はい、ここですね。そしてこの時にね真ん中の尻尾さん、編み終わりの尻尾さん包んでいきましょう。はい、もちろんねとじ針で始末してももちろん大丈夫です。その方がねより丁寧かと思います。こんな風に包んでも大丈夫なので、はい、やってみてください。はい、ここもね最後足を2本スキップです。そして最後にね鎖編みを1目編みますね。はい、このね長編み3本が 1,2,3,4,5,6,7,8 8個あるか確認をしましょう。8個あったらねマーカーのところに針を入れて引き抜いて終わります。7センチをちょっと出てるかなというぐらいですね。7センチより数ミリ出ているぐらいの大きさになっています。はい、次の段に行く前にねこのピンクの糸なんですけれども、これねもし編み包んでいこうという場合は一度ね結んでおくといいかなと思うので、近くの糸に1本だけ通してここで固結びをしておきます。最初にね構えていた方の糸ですね、はい、これで結んだらあとはね両方とも結び目があるので包んでいきます。それではねブルーを編んでいきます。ブルーは今度はねこのようにねステッチを四角にしていきます。はい、長編みと細編みが出てきます。それではねこのように結んだところを時計の9時に置いて12時のあたりから始めていきますね。先ほどと同じようにね編み始めの長編みを編みましょう。2回巻いて針を入れて伸ばして3本、3本ですね。はい、かけて2本、かけて2本同じところに長編みを編んでいきます。はい、先ほどのねピンクの段と同じように始めました。マーカーを必ずつけておきましょう。このようにね、はい、そうしましたら、はい、これはね、最初のね
右側の角です。空で言いますと今編んだのがこれに当たります。次はねこちらに進んでいきます。まずね鎖1をして、次の鎖1だったこの隙間に針を入れて細編み、もう一つ細編みと、ここは細編みを2目編みます。そしてここを中心として鎖編み、次のスペースが左の角です。長編みを3本編みます。鎖編みは2つです。2つなのでゆとりを持って編んでおきます。きつくちっちゃくならないようにね気をつけます。そして同じところにねさらに長編みを3本編みます。この時にね尻尾さんも包んでいきましょう。3、2、3と編みましたね。鎖は2です。綺麗に角が出ているのを確認しましょう。そして鎖1をしたら次のスペースは細編みを2つです。はい、そして鎖1、はい、こちらはまた角を作ります。長編み3、鎖2、長編み3と編みます。細編みのところを中心として左右対称に考えます。3、2、3と編みましたね。はい、鎖1をして次は細編みです。鎖1、はい、そしてここがね最後の角です。長編みを3本、鎖編み2つ、さらに長編みを3本、鎖1、ここに細編みを2つ、鎖1、はい、ここね未完成の角でしたから長編みをね3本編んであげます。はい、はい、そして鎖編み2つしたらマーカーのところに針を入れて引き抜いて終わりますね。このようにね、なりました。この上のあたりがちょうどね、9センチぐらい、細編みのあたりが 8.5 センチよりちょっとかなっていうぐらい、少しね、細編みのところが若干へこんでるような感じです。はい、ではね、こんな風に構えて、ここがね、終わりのところですが、1番目は、はい、ここから編んでいきます。長編みの左のところですね。はい、
ではね、このようにします。長編みのここに針を入れて、上糸をかけてくぐって連れて出てきます。鎖1で立ち上がります。そうしましたら、こちらのね、この糸、はい、挟んでいきますね。はい、編みくるんでいきましょう。では同じところに針を入れて、細編み一つ目の細編みができました。立ち上がりの糸がここにあって紛らわしいので、ここにも必ずマーカーをつけていきますね。頭の方にマーカーをつけました。ではね、こちらの紐を挟みながら細編みを編んでいきます。ここは細編みが2つあるから、それぞれの頭に細編み、細編み、この鎖1の隙間も細編みと、すべての目に細編みを編んでいきますね。今日ね、ちょっとね、喉の調子がいまいちでごめんなさい。はい、はい、ここでね、グレーの糸を終わりにします。そしてこちらのね、角にやってきました。はい、この角はね、細編みを4目編みます。1、2、水色の糸も挟んで、3、4、角に今日は4目の細編みを編みました。はい、あとはね、同じです。またここの長編みに針を入れて、細編みを編んでいきますね。はい、隙間のところに1つ、そしてここは細編みが2つでしたから、細編みを同じように2つ編みます。隙間にも細編みを1つ。はい、長編み3本なので細編みを3目、長編みの上に細編み、はい、ここで、はい、この糸は終わりにします。3目編んで角は4目編みます。ね、ここの長編みの頭がこう見えにくいですけれども、しっかりこのようにちょっとね、寄せて頭を見つけていただいて、1、2、3とね、編んでいきます。はい、そしてあと2つ編む必要がありますね。はい、1つ2つ、はい、これでね、すべての細編みができました。そしてここの最後なんですけれども、針でね、閉じます。ここで糸をね、切ります。シュッと出します。閉じ針をつけます。はい。でね、この最後のループですね。はい。ここ。これが最後のループですが、こことマーカーのところをね、ピタッとくっつけるように始末をします。こんな風にします。マーカーのところにこのように針を入れて、くっつけますね。はい、始まりと終わりをくっつけて、そしてこの最後の細編みのループの真ん中、ここに針を入れて
裏へ出します。はい、元に戻ってきたという感じですね。はい、そしてこの動いていたこの糸が見えなくなるようにしっかりね引っ張ります。はい、目を増やさないようにしっかりね引っ張って、最後の細編みと最初の細編みの頭が隣同士になるようにしっかり引っ張ります。はい、そうしましたらあとはね糸始末をしていきます。緩まないように気をつけながら、返し縫いをして細編みの足のところにね糸始末をします。そしてここのところですね。はい、これが最後の細編み、マーカーが最初のところ外しますね。はい、このようにね、はい、頭がつながるようにね見えているかなと思います。これはねモチーフをつなぎ合わせるために目数がね変わらないためにこのようにね糸始末をしました。これでねできています。はい、モチーフはねその時の編み方によってね5ミリぐらいは簡単に違ってしまいますが、許容範囲なので5ミリ違ってもね心配する必要はありません。はい、なるべくまあ同じ手加減で編んでいきましょう。こちらはね、10センチよりちょっと小さいかなというぐらいでできております。はい。それではね、次の説明です。今ね、こちらはモチーフを、はい、こうやって編んだものをね、剥ぎ合わせをしたところです。そして、これがね、帽子の側面になります。はい、バケットハットのね、側面になって、6枚、このようにね、かわいいですね。すごいかわいい。はい。でね、つないでいきます。はい。で、まずね、私1枚つないできて、最後の1枚つなぐところを動画の中で丁寧に説明をしたいと思います。はい、ではね、モチーフをつなぐ前に、マーカーでね、印をつけておきたいと思います。まずね、角の中に、細編みが4つありますが、はい、頭がずれているので分かりにくいですけれども、ここに入っている細編みの頭はここですね。はい、ちょっとこう右にずれているので分かりにくいですが、この足の頭は右寄りのこれで、ここから 1,2,3,4 と細編みの頭があります。はい、このね右から数えて2番目、ここにねマーカーをつけます。ではね、こちらも同じです。よくね、見ていただいて、足がありますから、はい。こちらのね、外側から見て、1、2、3、4となります。はい。ここですね、はい。これが1つ目、2つ目、3つ目、4つ目なので、この2つ目ここにマーカーをつけます。はい、角に入って2つ目、こちらからもこちらから数えて2つ目です。そしてね、こちらも同じところにマーカーをねつけます。こちらから数えて2つ目につけたいんですが、ここだと1,2,3,4 だから1,2、ここですね。はい、これと同じ場所に当たります。角のこちらから2番目、ここにマーカーをつけますね。はい、こちらも同じ場所にマーカーをつけます。この足の頭がここで1,1,2,3,4だから1,2、2番目、はい、ここにね、マーカーをつけます。これでね、4箇所が、はい、同じ場所にマーカーがついているということになります。
で、今日はね、いつもとちょっとだけ違う縫い方ですが、並縫いをしていきます。はい。でね、まずは、モチーフを伏せます。はい。裏同士を見ながら、つなぎます。そして針を入れるのはこのねマーカーをしているところです。そしてここで大事なのはね、外側の半目だけをすくいます。はい。頭の2本をすくってマーカーをつけていますが、こちらのね外側の頭の方半目に針を入れて、こちらも外側をすくいます。内側をね残します。そしてこのように合わせて、ずっとこのね外側半目に針を入れて並縫いをしていきます。糸始末できる分残して隣に行って左隣に今進めました。そして最初の目にもう一度通して丈夫にしておきます。一周して2番目に戻ってきましたね。はい、ここが1番目、マーカーをつけたところです。あとはね、このままお迎え同士並縫いです。上半目だけで並縫いをしていきましょう。下側のね半目、内側とも言いますが残しています。はい、マーカーのところもよく見ていただいて、外側の半目、こちらもマーカーをしているところの外側の半目、はい、マーカーまで縫いますね。はい、そして、ここもね丈夫にしたいから、もう一回一つ前に戻ってまたマーカーのところに出しておきます。はい、このようにね縫うことができました。ではね、一旦針を置いて、このまま表に返します。通常ですとね、このままでもね、もちろん大丈夫なんですが、今回はね、糸が2本取りで厚みもあるということで、今度は表側の半目も並縫いで縫っていきます。今ね裏に出ている糸なんですが、はい、このようにね糸を通していきます。まず裏から、次の作業をまず説明すると、このマーカーの入っている上側の半目、こことこことお向かいのこことマーカーの入ってるとこ、この 1,2,3,4 を糸でぐるっと通してキュッと締めたいんですね。はい、なので今ね裏から出てますが、ここから針を出してください。ここに通しますね。はい、内側のところから出てきます。そして先ほど説明したように、隣に行ってお迎えに行きます。そしてマーカーをしているところに行って、またこちらに行って一周しますね。ここをキュッと綺麗に引き締めたいので、このようにします。そしてお隣に移ります。これでここもね、一周して4目をね、キュッとくっつけることができました。このキュッとしたここがモチーフ同士の境目になります。そしてあとはね、先ほどと同じです。隣隣お迎え同士を並縫いしていきます。このようにするとね、上側下側きっちり綺麗に並縫いができるかなと思ってね、今回はこのように考えてみました。
マーカーの手前のところまで今来ました。では先ほどと同じです。この4箇所をねぐるっと一周して綺麗にまとめます。マーカーのところ、マーカーのところ取って、そして一つ手前、一つ手前、これで4箇所をキュッとしました。はい、ね、はい、そして念のためもう1回、はい、上部にしておきます。はい、ここでキュッとできたら何本かまたいで裏に針を出します。ここでねマーカーを外します。役目がね終わりました。そしてねこのマーカーをしているところに針は通しましたが、マーカーの目はね、上側の目になりますね。はい、なのでこのようになります。マーカーを今つけていたのはここですが、このようになります。こちらもねマーカーをつけていたのはこことここなんですけれども、2番目でしたね。なので実際にはこういう見た目になります。はい、ではね糸始末をしましょう。はい、今ね縫ったところがこちらです。はい、このような感じでできました。はい、表もね裏も綺麗にねできたかなと思います。で今ね6枚がつながったんですが、最後はね全く同じことをして、はい、これをね輪にいたします。はい、で輪にする前に大体の寸法なんですけれども、まだね、編み癖が取れていないので、はい。今のところね、28センチね、片側が。なので、56センチぐらいです。はい。これね、また伸びていきますので、これぐらいで、ちょうどいいかなと思います。ではね、先ほどと全く同じやり方ですので、はい。ではね、動画を止めて、縫っていきます。はい、6枚をね、繋いでいきました。このようにね、帽子の側面になります。でね、ちょっとねサイズなんですが、さっきとね同じでした。28センチぐらいで、なので、56センチでできていて、私の頭周りジャストサイズで、これねさっきかぶってみたら、こうやってねこのまま一旦かぶりましたら、ちょうどここがね耳に乗る感じでぴったりでした。はい、はい、前にね編んだ帽子、はい、このね幅なんですけれども、こちらねもうたくさんかぶったので、こう編み目もね多少緩んでいますが、だいたいね同じぐらいになっているかなという感じなんですよね。はい、ということでね、こちらで側面が完成しました。はい、それではね頭頂部なんですけれども、真ん中のところね、いろんな作り方があります。はい、ここから目を拾ってぐるぐる小さく編んでいく方法もあるし、先に頭頂部を編んで、はい、こことね剥ぎ合わせる方法もあるんですが、今回ねいろいろ考えたんですが、ここを細編みで編むのはちょっと辛いなと思ったので、ここもねグラニーを編んでいこうと思います。はい、ではね同じ順番で編んでいきますね。はい、目数が変わっていきます。はい、ではねまた構えて準備をします。はい、鎖編み3目か長編みでね立ち上がりの目を編みましょう。お好きな方で大丈夫です。今度はね、長編みを18本になるまで編んでいきます。はい。はい、18本あるか確認したら、1目目にね、引き抜いて終わりますね。はい。マーカーのところに針を入れて、引き抜いて、鎖1で終わります。
中の輪もね縮めます。ではね、ピンク色で2段目を始めます。糸を構えて、はい、またね編み終わりを時計の9時にして12時ぐらいから編み始めます。糸を構えて長編みを編んでいきますね。今回もまたね足の間に割り込んでここに編んでいきますね。はい、では糸をしっかり構えて針を置いて2回巻いてください。はい、このようにねなります。足の間に割り込んで糸をかけてくぐって出てきて3本になります。かけて2本かけて2本、このまま続けます。同じところにねあと2本、はい、ではね1目目の頭がここにございます。はい、マーカーをつけておきます。はい、このようにね長編みが3本になっています。ではね次に行く前に間に鎖1をします。そして1、2本ねスキップします。頭を見ると頭がね見えにくいので足を確認して足を1本2本と次はねここです。ここにまた長編み3鎖1をします。鎖1、はい、足を2本またいだところに長編みを3本、鎖を1、はい、はい、2段目をね編んでいきました。長編み3本の塊と鎖1でしたが 1,2,3,4,5,6,7,8 9回編んできましたね。では最後に鎖1をして引き抜いて終わりますね。マーカーのところに針を入れて引き抜いて終わります。およそ 7.5 センチですね。はい、 7.5 センチぐらいになっています。それではね3段目です。ブルーで編んでいきますね。はい、スタートはね先ほどと同じです。はい、ではね長編みを編んでいきますね。はい、この段はね鎖1の隙間がありますので今ね鎖1のところに長編みを3本編みました。そうしましたら1目目の頭にまたね必ずマーカーをつけておきます。はい、このようにねなりました。はい、ではね、この次をいたします。鎖1をして次のスペースにも長編みを3本、はい、ここにねもう1回長編みを3本編みます。鎖1、はい、長編み3本鎖1が1つ2つ2つとなりました。これをねあと3回繰り返します。次のところには長編みを3本、鎖1
隣に進んで、長編みを3本、鎖1、もう一回長編みを3本、鎖1、次に進んで長編みを3本、鎖1、同じところに長編みを3本、鎖1。はい、次はね、一つです。次は長編みを3本、鎖1、もう一度同じところに3本、鎖1。はい、最後も長編みを3本、鎖1、長編みを3本、はい、このようにね、長編み3本、1箇所のところ、2箇所のところ、1、2、2と編んできました。最後に鎖1をして引き抜き編みをして終わります。はい、ではね、後の手順は同じです。一番長いところでおよそ12センチぐらい、はい、少し短いところで11センチをちょっと超えるぐらいの寸法です。それではね、4段目に行きます。はい、またね、この辺から始めます。長編みで始めますね。はい、いつもこんな風に長編み3本でまずね、始めます。はい、次はこの長編みの束の間、鎖1のここにね、長編みを3本です。鎖1、次の隙間にも長編みを3本、鎖1、次の隙間にも長編みを3本、鎖1。はい、次の隙間にも長編みを3本、鎖1。はい、4段目はこのようにね、長編み3本、鎖1を一つずつの隙間に、はい、編んでいくということになります。はい、4段目をね、編み終えました。およそ14センチになっています。
はい、そしてね、次の、5段目で最終段になります。で、最終段を編んだ後はこちらのね、本体とこんな感じになりますね。はい、こちらが最終段になって、はい、まず編んで、それからね、こちらとつないでいくということになります。はい、次はね、頭頂部の最終段になります。5段目ですね。でまずね、この今編んだ4段目のね、この長編み3本の数を確認します。ここから数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15 個の塊があるかなとね、確認しましょう。そして、次の段のためにね、マーカーを6個つけています。このね、鎖1の隙間のところに6個つけます。はい、これをね、例えばこんな感じで 1,2 をつけて、それぞれ3等分になる感じで、はい、均等じゃなくていいので、必ずこのようにね、マーカーを6箇所つけます。これはね、こちらと剥ぎ合わせをするときのための目数をね、同じにするための調整です。で、この後ね、まず、5段目として長編みを編んでいきます。そしてそれが終わりましたら、次に、剥ぎ合わせをしていくということになります。はい、それでね、私はこの最後の段はブルーでね、編んでみようかなと思います。お好きな色で大丈夫です。ではね、やっていきます。マーカーを必ずね、この鎖1の隙間に6箇所つけておいて進んでいきましょう。ではね、長編みをまたね、編んでいきますね。はい、お色はね、何色でもね、大丈夫です。はい、では構えて2回巻いてスタートしますね。今までと同じです。まずね、ここの隙間には長編みを3本編みます。はい、長編みをね、3本編みました。マーカーをね、つけておきます。そしてここからはね、鎖1目っていうのはなくなって、長編みだけを編んでいきます。でまずはね、今この隙間に3本編んで、次は長編みの頭を取って1つずつ3目進めます。はい、今ね、3目3目と進んで、今6目になっています。そしてマーカーのところ、ここはね、マーカーをつけたのは長編みを2本だよという意味です。長編みをマーカーをつけたところには2目編んでおきます。はい、この違いがありますね。はい、そのためにね、マーカーをつけました。で、次はね、長編みのところに1つずつ編みましょう。はい、次はね、マーカーがないところは3本。はい、ここは長編みの頭を取って1つずつ3本ですね。はい、長編みの頭を取って長編みを3目進めます。はい、マーカーのところが来ましたら、ここは長編みを2目ですね。マーカーをつけたのは、ここが2目にするためにつけています。はい、ではね、この要領で1周ね、編んでいきましょう。はい、このようにね、6箇所に印がついて14目ずつで区切られています。そしてね、こちらのモチーフもね、端から端が14目にできていますので、ちょうど合っているということになります。それではこれから、剥ぎ合わせなんですが、裏向きでね、作業したいと思います。こちらの頭頂部も今ね、こちらが裏です。こちらのモチーフも裏です。はい、裏向きで引き抜き編みをね、していきます。そしてでは、モチーフの
一番最初の目に針を入れて、こちらもマーカーのところに針を入れて、一旦ね、糸を連れてきます。そしてここでしっかり鎖編みをしてキュッとね引っ張っておきます。はい、ここをね一つ目として隣に行きますね。はい、前の細編みの頭の2段、こちらの頭頂部の方は長編みですが、隣の頭と引き抜き編みで頭の2本を拾って引き抜き編みをしています。はい、ここまででね、ちょうどマーカーの手前でね14目分引き抜き編みができました。ではね、ちょっと表がどうなっているかを見てみましょう。このようなね見た目になっています。はい、糸始末がね綺麗に終わったので、今ね表に返してちょっとね形を整えてみようと思います。はい、裏から引き抜き編みをするとこういうね見た目になります。お好きなね剥ぎ合わせの仕方を選んで縫ってみてください。はい、かわいいですね。これでねバッグもいいですね。はい、バッグも可愛いですね。目数をねぴったり今回合わせてみたので、気持ちいい感じで剥ぎ合わせをすることができました。可愛い、バッグも本当にいいですね。はい、いつかねこれでまた、はい、こういう感じでバッグをね編みたいなと思いますね。コットンでね、はい、綺麗にできました。このような感じです。それではね、これからつばを編んでいきます。お色はね好きなお色で編んでいただければと思います。はい、ではね私はこのねブルーで編んでいこうと思います。で、一番最初どこからね編んでも大丈夫なんですが、端から端14目でね整えたいなと思います。はい、糸始末できる分下げていただいて、で、つばはね、細編みを編んでいきますね。はい、細編みです。で、私はここは、立ち上がりをしないで編んでいきますが、していただいてももちろん大丈夫です。お好きな方で編んでいただければと思います。鎖1で立ち上がる方は、ここに針を入れて、1回連れてきて、ここで鎖1をして、そしてここでまた、はい、細編みをするという段取りになりますね。で、私はいきなり細編みを始めるので、こんな風にします。1回かけて、1目目に針を入れて、上糸をかけて、連れて出てきます。この状態で、細編みを1つ編んで、すぐにマーカーをつけておきます。そして隣の目にね行きます。で、ここで編み始めの尻尾さんを包んでも大丈夫ですし、後からとじ針でもどちらでも大丈夫です。お好きな方で糸始末をなさってください。そしてこの段はね、まずは、目を整えるという意味で、一つのモチーフあたり14目に整えていきます。増し目なしでいたします。もし1目足りないとか、はい、多いとかありましたら、2目一度したり増し目をしたりして、モチーフ一つあたりが14目になるようにこの段でね編んでいきます。はい、終わりのところです。13、14、はい、14目になりました。ではね、1目目、はい、マーカーをつけていたところに引き抜きます。後ろからね、前に引き抜きますね。マーカーのところをちょっと緩めていただいて、後ろから針を出して、このループをね、後ろへ連れていって終わります。前に引き抜き編みの目を残さないように、こんな風にね、やっていきます。はい。で
ね、一応念のためマーカーつけたんですが、はい、14目ずつで、はい、編んできましたね。ではね、もう外しますね。はい、ここからね、増し目をしていくことになります。色は、何段かね、編んでまたね変えたいなと思っています。はい、ちょっとね、はい、幅広しボーダーにしたいかなと思っております。ではね、まず1目目からです。はい、1目目には必ずねマーカーをつけておきます。1、2、3、4、5。はい、そしてね、増し目をするタイミングなんですが、こんな風にねしていこうと思います。ここがね、このモチーフの間に2箇所このように1つのモチーフあたりになんとなく2つ、はい、3等分ぐらいな感じでつけておきますね。全部の場所にマーカーをつけます。そしてこのマーカーのところでね、増し目をします。はい、この増し目が来たらここに2つ編んで、はい、あとは1つずつ編んで、はい、また増し目の場所が来たから、ここに来たら2つ編んで、同じところに2つ編んで、という風にねやっていこうと思います。はい、粒のね2段目を編み終えました。引き抜いて終わったところです。そしてね、3段目のために今ねマーカーをつけました。3段目のマーカーはこのモチーフとモチーフのつなぎ目のあたり、はい、ここもね境目のあたりという感じでマーカーをね6個つけています。このねモチーフの境目の上のところに6個です。6目ね増やしていこうと思います。編み方はね同じですから、はい、でね、一番最初のところから増し目をしますね。はい、最初のところを編んでいきます。立ち上がりのところでね、細編みを2つ編みます。1つ同じところに2つ編んで、あとは1目ずつ、はい、マーカーが来たらまたね倍の目増し目をします。 1、2、3、4。はい、マーカーをね必ずつけておきます。ではね、この段はこのように編んでいきます。はい、妻のね3段目が編み終わりました。でね、私はここで色をね変えたいなと思うので、引き抜いてねこの水色を終わりにします。コブが表に出ないようにこのようにね後ろに引き抜いておきます。かけて、はい、ここはね包み込んでいけるので短くて大丈夫です。はい、ではねまたマーカーをつけていきます。はい、今度はモチーフの、はい、真ん中と増し目の場所がね重ならないように考えて、このようにね今回はマーカーで印をつけて増し目をねしていっております。
数えなくていいからね、楽ちんかなと思います。はい、モチーフのだいたい中心あたりに、はい、それぞれマーカーを配置しました。はい、そしたらね、どこから始めても大丈夫なので編んでいきます。で、私はこの色をね、こう遡っていきたいなと思うので、次はね、ピンクです。皆さんもお好きな順番で編んでみてくださいね。はい、段数もね、2段ずつ変えたりとかしても大丈夫です。私の最後の編み上がりをご覧になってね、ご自分の好みに編んでいただければと思います。ではね、この辺りから始めます。はい、ではね、私はここで針を入れて連れてきて、細編み1つ2つ3つと編んで、1目目の頭には必ずマーカーをつけておきます。はい、そして今ね、つばの4段目ですが、マーカーのところ、ここに増し目、はい、このようにね、この段は編んでいきます。つばのね、4段目が終わったところです。横から見た感じを見てみましょう。ね、ここで引き抜いたところです。はい、ここのところがね、少しこう外にね、出ているかなと思います。じわじわ広げていますね。はい、そして、こちら向きに置きますと、こんな感じで、はい、平らにね、なってきていますね。はい、はい、それではね、ここから5段目です。でね、先にマーカーをつけておりますが、今度は、先ほどはこの辺りで増し目をしましたので、今度はね、このまた境目のところ、はい、モチーフとモチーフの境目にマーカーをつけました。6箇所でまたね、増し目をします。やり方は同じになります。はい、バケットハットのつばの今ね、5段目が終わったところです。はい、そしてね、角度の方をね、ご覧ください。はい、ちょっとね、整えてみます。このようになっています。そしてね、上から置いてみます。はい、ウェーブなどにならずね、いい感じになっているかなと思います。そして、次の段なんですが、次の段はね、増し目を緩やかにしていこうと思いますので、次の6段目は増し目なしで1目、はい、1目ずつね、増し目をなしで編んでいきます。6段目は増し目なしになります。はい、バケットハットのね、つばの6段目がね、終わったところになります。このような感じでね、はい、この角度ね、はい、緩やかに広がっています。6段目をね、増し目なしで編みました。はい、それではね、7段目に行きます。今度ね、私は黄色を入れようと思います。はい、そして、5段目の時に増し目をしたのが、このね、モチーフの分かれ目のところでしたので、次はね、真ん中のところになりますから、またね、前のように、はい、モチーフの真ん中ぐらいというところに6箇所ね、マーカーをつけて、またこの段では緩やかに増し目をいたします。はい、様子を見てね、はい、増し目をする場所を決めています。ではね、編み方は全く同じになりますので、7段目はモチーフの真ん中あたりで倍の目にするということで編んでいきます。はい、ではね、
このあたりから編んでいきます。糸を下げて、はい、で細編みです。同じようにね、編んでいきますね。はい、1目めには必ずね、マーカーをつけておきます。はい、マーカーが来ましたので、ここでまた倍の目にします。7段目をね、このように編んでいきます。はい、今ね、7段目が終わったところです。こんな風にね、角度がついてきています。ではね、8段目は増し目なしで、はい、1目ずつね、順番に編んでいきます。はい、つばのね、8段目が終わったところです。青が3段、ピンク3段、ね、黄色が2段目が終わったところということです。そして、今編んだ、8段目は増し目なしでしたが、次のね、9段目はまたね、マーカーをつけました。はい、増し目をしていきます。9段目は増し目です。タイミングは必ず前の段と違う場所なので、今度はモチーフの境目の上のところにね、また同じ6箇所印をつけております。それからね、今ね、8段目まで編んだところでね、かぶってみたんですけれども、まぶかにね、かぶったら、このね、黄色のところがちらっとこう目線に入るぐらいの深さになっています。で、今ね、8段目まで編んだところで何センチぐらいか見てみますね。ちょうどね、5センチほどになっております。私はもう少しね、段数を重ねてみようと思います。それではね、黄色で編む、私の黄色で編む9段目はこのタイミングでまたね、6回増し目をしてきます。バケットハットの、9段目がね、終わったところです。はい、3段ずつになっています。緩やかなね、カーブでいい感じになってきております。それではね、4色目を編んでいきます。はい、反対ぐらいから、はい、で、前のね、9段目が増し目をしましたので、10段目はね、増し目なしで編んでいきますね。1目ずつ編んでいきます。この辺りから始めます。はい、今ね、細編みを3目編んだところです。はい、それではね、9段目は増し目なしで1目ずつね、1周編んできます。はい、つばのね、10段目を編み終えました。そして、11段目のためにね、またマーカーをつけました。11段目はモチーフの中心あたりというところにまたね、6箇所マーカーをつけましたので、このようにね、増し目をしていきます。11段目です。はい、同じ要領でね、編んでいきます。マーカーのところだけ倍の目にして、あとは1目ずつです。はい、はい、今ね、11段目が終わりました。これから12段目です。12段目は増し目なしで1目ずつね、細編みを編んでいきます。12段目がね、終わったところです。でね、結構な長さにね、なってきました。このね、水色から、およそ 7.5
5センチあるかないかというところですね。7センチは超えております。およそ 7.5 センチメートルになっています。そして、次の段でね、私は終わりにしようかなと思います。はい、で最後の段はね、バックしないバック細編みを編んでいこうと思います。はい、右に行って普通にバック細編みでももちろん大丈夫です。ではね、やっていきます。いよいよね、最後の段になりました。はい、それではね、始めます。かぎ針のところ、このループ少しね、緩めます。はい、ではね、やっていきます。1目目のところに針を入れて、上糸をかけて手前に連れてきます。はい、ここでね、針を回します。時計と逆に、水平に、鉛筆のようにね、はい、鉛筆回しみたいな感じです。そして糸をかけて全部抜いて、これで1目目です。これをね、繰り返していきます。はい、2番目、針を入れるときにここをね、ゆとりがあるといいです。一回ひねる分のゆとりが必要です。糸をかけて手前に連れていきます。はい、この状態から時計と逆回りに回してかけて、はい、これで2目できています。編んだら緩めます。次のところに針を入れて上糸をかけて連れて出てきます。そして針を時計と逆に回して糸をかけて引き抜きます。緩めます。糸をかけて連れて出てきて針を回します。はい、今ね、1,2,3,4 目編んだところですね。はい、もう少し編んでみますね。緩めて、はい、そして回してかけて引き抜きます。緩めて連れてきて回して引き抜きます。緩めて連れてきて回して引き抜きます。はい、このようにね、左方向に斜めになっていく編み方です。それではね、これで一周編んできますね。はい、最終段のね、バックしないバック細編みでずっと編んでいきました。そして、はい、最後ね、ここ一目残っています。はい、ここでね、とじ針に変えて糸始末をしていきます。今ね、この最後のこことここ1目目が離れていますから、くっついて見えるように針をね、入れていきます。これを見た目がね、こんな風になるように、針をこちらからこう斜めにね、こんな風に刺していきます。はい、ではね、やっていきます。ここが1目目のところですね。はい、ここに一旦ね、私はいつもこの辺りに通します。こういうちょっと斜めっぽい感じで、はい、刺して、そしてここをね、慎重に整えます。はい、はい、ちょうどね、今ここがとじ針につながっている糸です。便宜上ちょっとここにね、入れておきます。はい、そして慎重に絞って、表からの見た目がつながって見えるようにっていうのを気をつけてね、やっていきます。今ね、くっついたところで離れやすいので、すぐに近くのところにね、通していきます。そして返し縫いをしていきます。見た目をね、確認しながらやっていくと綺麗に終わるかなと思いますね。大
大丈夫な感じです。とうとうね、グラニーのバケットハット完成しました。もうね、すっごい可愛くなりました。はい、ここのね、しましまは最初からね、こんな風にしたいなと思っていたんですけれども、ここのね、ブルーとここのブルー、何色で始めるかすごく迷ったんですが、このグラニーのモチーフのブルーに合わせて私はこんな風にしてみたんですけれども、これ黄色でもね、すごく可愛いと思いますし、皆さんね、お好きなお色の配色で編んでいただければと思います。ツボもね、ちょっと長めにしたかったんですね。可愛くなりましたね。もうね、めちゃめちゃ可愛いです、本当に。そしてツボの広がり方がね、大人っぽい感じでね、できましたね。このようにね、綺麗に慎重に、私もね、毎段毎段編んでを試着を繰り返して、とても慎重にね、いたしました。ではね、採寸しますね。ツボのところは、ちょうどね、8センチですね。はい、8センチでできております。そして、出来上がりの感じで、ちょっとね、ちょっとここが縮んでいる感じになっているので、伸ばして、頭頂部は、ここまでですね。頭頂部からこのツバの手前までで、およそ18センチぐらいになっています。まだね、かぶっていないので、実際はもうちょっとね、伸びてくるのかなと思います。可愛くね、なりました。裏をね、お見せします。こちらが裏向きです。はい、この引き抜き編みね、これが好きという方はね、これを表でやってもね、いいのかなと思います。はい、好みかなと思います。私は今回ね、いろいろ迷ったんですが、とりあえずね、こんな風にしたんですけれども、こっちもね、可愛いなと、はい、思いましたので、どちらでもお好みでいいのかなと思います。こちらにするとちょっと丸みが出てね、柔らかい感じに見えます。こんな風に引き抜き編みの目が外に出ていると、よりね、ちょっとカジュアルな感じに見えるのかなと思います。はい、見た目のね、違いで受ける印象もね、違ってくるのかなと思います。もうね、すごいね、手触りがいいですね。もう編んでよかったと思います、すごくね。それからね、今回ね、糸はね、かなりもう編みくるんだ方が多かったので、糸始末はね、大変楽でした。はい、できるだけもうね、編みくるんでいきましたので、はい、全体のシルエットがね、こんな感じです。めちゃめちゃ可愛い本当に可愛くなりました。それではね、お材料です。はい、こちらのグレーとブルーは2つ目に入りましたが、ブルーの方はね、細編み10個分ぐらい使った程度でした。はい、ほんの少しですが、足りずに2玉目に行きました。こちらのスレートグレーは、細編みがね、数数えていないんですが、一番最後10センチ分ぐらい足りなくて2個目に入りました。ピンクとイエローはこちらが1つ目です。はい、もともとね、この黄色とピンク、モチーフのところにも使っている量が少ないので、ピンクと黄色、こういう私と同じように配置をすると、こんな風にね、一玉で足ります。ということで、6玉分で、なんだろう、ちょっと計算が苦手なので一旦ね、これを測ってみます。何グラム、131グラム。残りがね、131g ですが、こちらの糸は1個が 50g ですね。で、6個分だから 50g かける6個で5、6、30、300g。 はい、使った分量的には169g ということになるのかなと思います。はい、こちらとこちらはね、本当にほんの少しずつ使った感じでした。で、今日ね、私はリサイクルコットンで編みましたが、もちろんね、他の糸でもね、編むことができます。その時に注意していただくことは、頭周りのサイズですね。はい、
私は、このねモチーフを6枚編んだ時に、56センチぐらい、私の鉢回りね、頭回り56センチです。で、編んだものは伸びるのでね、56センチで編んでちょうどいい感じですし、何回か被っていくうちにね、ぴったりちょうどいい感じにね伸びてくるかなと思います。この縫ってるところとかもね、はい、ここのね引き抜き編みとかもだんだん馴染んでくるのかなと思います。ねえ、可愛くなりました。かぶります。うわ、かわいい。もうね、抜群のかぶり心地です。そしてね、今回ね、まあ、ちょっと私ツボを長くしましたね。今回8センチでしたが、小顔効果を狙いました。あのほとんどね、顔がこう隠れてるような感じで、鼻が見えるかなぐらいですね。こうやって下げていると、はい、結構ね、結構隠れてます、顔が。で、私は普段は出かけるときは、サングラスとマスクをしていますので顔ほとんどね見えない人になっちゃいますけれども。でね、あのツボをね、こんな風に上に上げ、前を上に上げたり、逆に、後ろをポニーテールするから後ろ上げたりと、いろいろなね被り方ができるかなと思います。そしてバックしないバックコマ編み、もしくはバックコマ編みを最後の段に編んで、しっかりね縁取りがしっかり出ておりますので、ここにね、芯、テクノロートっていうね帽子用の芯が売っていますが、それをね使うことなくね綺麗に形が保てますので、はい、コットンでねしっかりめの糸なので、それがねできたかなと思います。とってもねかっこいい帽子になりましたね。はい、いやー、もうね、編んでよかったです。本当にね、可愛くなりました。他のね、色合いでもね、編んでみたいなと思いますし、またね、これを編んでいてね、あ、もうこのままね、ハンドルつけてバッグにもなるなってね、思いました。はい、このままね、はい、バッグになりますね。はい、つけたらね、それもね、可愛いなと思いました。ぜひね、皆さんの思い思いの配色で編んでいただければと思います。私はね、もう毎日被りたいなと思うぐらいね、本当に可愛くできました。肌触りもね大変気持ちいいです。さらっとしてますのでね、ぜひ皆さんね、日よけ、もしくはね、はい、あの日焼け防止、熱中症予防にね、ぜひお一つ編んでいただければと思います。今回もね、動画が長くなりましたが、一番最初の方からね丁寧に説明をさせていただきました。ぜひね皆様にも楽しく編んでいただければ嬉しいです。今回のバケットハット、私も編んでみようかなと思ってくださった方、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。そしてリカチャンネル編み物部では、編み物部員さん絶賛募集中です。はい、ただね登録をしていただくだけで、私と全国の皆さんと一緒にね楽しく編み物をしていただければとっても嬉しいです。ご登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。みどりかわでした。社長さんかわいいね、すっごいかわいい。うん、かわいいね社長さん、今日ねすっぽんぽんですねすっぽんぽんですね、お腹丸見えですね、かわいいですね。社長さんかぶって、またはい、かぶってみて。母ちゃんのかわいいね、すんごいかわいいね、グラニーステッチの帽子できたの。あら、かぶってお願い、かぶってお願い、かぶって、うん、うんうん、こっち見て、あらかぶってくれないの？あ、ブカブカだけどかわいいね。母ちゃん笑っちゃうよ。かわいいね。うん、お利口だね。うん、お利口だね。うん、お利口に決まってるって。うん。あくび出たの。そう。じゃあ今日ね、かつおだしのせんべいがね、まだちょっと残ってるんですよね。うん、何枚欲しいかしら。1枚 ?2 枚うなずかれましたね。じゃあね、2枚差し上げます。はいはい。